はい、どうも、ひこもです。今回の動画は、海なし県埼玉県で海ディグダを見つけるです。埼玉県海ないんですけど、なぜか一部砂浜判定になっていて、そこに海ディグダが出るそうなんですよ。そのピンポイントを狙います。本当は海に出るべきですけどね。まあ、しばらく海に行く予定がないので、とりあえず捕まえます。いや、捕まえられるかわかんないですけど、とりあえずはいつも行っている花の丘が一部砂浜になってるんですよ。水遊びする場所があるんですけど、なぜかそこが砂浜になってるっていう、おかしな感じです。ちなみに冬は水が抜かれているので水遊びできません。かなりダメダメな砂浜です。砂ないですね。下はなんかね、コンクリートを固めているような感じです。まず花の丘行って、そこがダメなようなら本命へ向かいます。本命はね、川越にある川越水上公園です。とりあえず花の丘で様子を見る。ちなみに今日は P のイベントなんで、しばらくロールをするんで、ニアバイに出たらすぐダッシュします。ではレッツ花の丘。花の丘が見えてきました。出たらもうニアバイに出てもおかしくない距離ですね。まずはね、そこが砂浜になってるかどうか確認ですね。そこに出たポケモンをタップすると背景が砂浜になってるはずです。ほんと一部ですけど、海ディグダの影出ませんね。ここをね、砂浜と勘違いしてるみたいなんですけど、タップしてみます。これはどうだい。これは草原ですね。こっちはどうだい。こっちも草原です。なんとかっていうマップだとね、こうだったんですけどね、あんまり当てにならないな。もっと狭い範囲なのかな。もうちょっと移動しよう。ここを当てにしてきたら大変ですね。草原です。そもそもここにね、珍しいものがないんですよね。草原ですね。海ディグダどころかね、砂浜ありませんでした。ピンポイントでもしかしたらあるかもしれないです。とりあえず確認できず、明日本命の川越水上公園へ向かいます。というわけで、海なし県の埼玉県で海ディグダをゲットせよ2日目です。本命の川越水上公園へやってまいりました。駐車場にいるんですけど、まだニアバイには出てません。あの辺ですね、奥にある池の地点です。あ、ルアーモジュールもたかれてます。ここから出るって話もあるんで、近く行ったらお交代できましょう。まずはね、あっち行きましょう。どう行くべきか。ポケストップは回す設定で、近くにいるポケモンの検知は奥にしておきます。ではとりあえず進みます。ニアバイに出る瞬間が楽しい。あそこの真ん中の通り行けるのかな。ここは前に何かの巣の時に来ました。あ、通れますね。ここから川沿いを行きます。この川沿いもね、砂浜判定になってるんですよ。だからワンチャンあります。左手はテニスコートです。ニアバイに出ずにいきなり出るってパターンもあるかな。とりあえず進んでいく。ニアバイには未だ出ずです。まだニアバイにはおりません。これサイクリングロードなんかな。とりあえずいい感じに巡れそうです。あ、タブンネだ。タブンネちゃんは見逃せない。お、砂浜だ素晴らしい。ここから砂浜なんだ。思いかけず砂浜でした。ここからもうお散歩を使っていきましょう。ゲットントン。砂2100、美味しい。で、お散歩を使っていきます。使う。では進みます。結構やってる人多いですね。いきなり出るかな。海ディグダちゃん、カモーン。ここが砂浜っていうのはちょっと変ですけどね。右手がね、プールなんですよね。でかい、まあ、海といえば海です。海なし県なんで仕方ない。結構ポケモン湧きます。この辺がメインの場所です。果たして出るんでしょうか。ここね、プールなんですよ。見えるだろうか見えないな。そんなことより海ディグダです。かなり広範囲がね、砂浜になってるのかな。この辺も砂浜なのかな。あ、砂浜です。かなり広いです。あ、出たもう出ちゃいました。ポチ OK です。もうちょっとうろうろしたかった。これはもちろんね、銀杯使っていきます。よいしょ。 OK、 グレート。ぐるんぐるんぐるん。ゲットなり。ついて早々ゲットしちゃいました。図鑑登録。まあ、あとはね、不思議な目使えば進化できますけどね。お、黒い影今更か。取った後に出るっていう、ちょっと表示がバグっております。もうちょっと進んでみよう。バスケットコートがあるあたりが激アツスポット。この辺も砂浜なんだろうか。あ、砂浜です。
かなり広いぞ。花の丘と全然違う。川越水上公園の入口まで来てしまいました。ここも砂浜なんだろうか。あ、ここは砂浜じゃない。やっぱりあの辺だ。もう一度行ってみます。せっかくなんでね、入間川の方行ってみますか。こっちから行けるだろうか。全然砂浜感はないですけどね。今ナマケロの巣ですね、この辺は。ここは砂浜なんだろうか。あ、砂浜です。結構範囲が広い。そしてね、この土手を登りたいんだけど、登れるような場所がない。そして固まっていく。では向こう行ってみます。向こうの川沿い行きたいんだけどな、ちょっと大変だな。もうプールで出ちゃったんで行きましょう。スワンボートあるんだ、ここ。ここも砂浜なのかな。あ、砂浜です。思っていた以上に砂浜エリアがでかいです。ここから向こうへ行けるか。よいしょ。うわ、びっくりした。ヘビだ。ヘビがいた。ここも砂浜なんかい。砂浜です。この土手の上はどうでしょうか。砂浜です。土手の上に行きたい。ここから土手の上へ行けます。ニアバイにはなし。こっちの土手の反対側はどうでしょう。あ、ここも砂浜です。ここはもう埼玉の海といっても過言ではない。ポケモン GO 上では。ただ河川敷ポケストップがないのでニアバイ当てになりませんね。なるべく川に近づいてみる。いい場所じゃないか、ここ。もう右手はね、草むらなんで入れそうにないですね。ここも砂浜なのか。砂浜です。おお、法華経と鳴いております。おお、プテラだ。プテラ結構色違い出るんですよね。記念プテラ、ノーシャイニーでした。ここはもう埼玉の海。海ディグダ出ませんね。ちょっとお香炊こう。お香炊きます。おいよ。とりあえずお香を使っていく。海ディグダ結構レアだな。初っ端に遭遇できてよかったです。いや、ちょっと早すぎた。もうちょっとワクワクさせてほしかった。この辺はもちろん砂浜。広大ですよ。この辺一帯も全部砂浜。ただポケストップはない。こっちの方はあまり探索してる人はいないと思うんでね、私がしておきましょう。自転車だからこそこういうね、遠出もできる。ここは砂浜なのかい。砂浜です。海ディグダ出ないな。結構なレアです。こっちの端っこはどこまでなんだろう。ここは砂浜なのかい。砂浜です。端っこまで行ってみましょう。ここは砂浜なのかい。砂浜です。ニアバイに海ディグダの姿はなし。まあ、あの前方の橋で折り返しましょう。お、出た。お香から出ました。おいしょ、やりました。お香で出ます。増やしていく。おいしょ、 OK です。ぐるんぐるんぐるん。2体目の海ディグダゲットなり。ここでこの辺ぐるぐる回るってのもありですね。ここでぐるっと回るのかな。うん、ここでぐるっと回る。いい散歩コースだ。おそらくこの河原にはね、マムシがいると思うので注意です。あ、こっち舗装されてないし、まさかのトラップでした。結構マムシいると思うんでね、気をつけてください。さっきいたのはシマヘビかアオダイでしょうか。マムシではなかった。マムシはね、まがまがしい模様してますからね。 OK です。舗装道路に出ました。なぜあそこだけ舗装されていないんだ。で、戻りましょう。ここから公園側に行ければいいんだけど、自転車だと難しいな。徒歩なら余裕です。階段があります。あった、あっちに。ここに自転車登れる道ありました。でもめんどくさいので私はここを登っていく。
登れるところがあれば登っていくスタイルです。 OK です。でどうしましょう。でこっちはね降りられないんですよね。あ、降りられるな。いや坂だな。向こうから行けないかな。ここは砂浜なんかい。砂浜です。素晴らしい。大きな橋に挟まれてるんですけど、その間全部砂浜ですね。こんだけ広ければ問題ないでしょう。おいしょおいしょ。 OK、 自転車も復帰できました。ちなみにここも砂浜なんかい。砂浜です。で戻ります。がっつり巡りたい時は河原まで行きましょう。ここで出ます。まあ、野生も出るかもしれない。非常にサンプルルートにいいと思います。こういうのだよ、こういうの。あんなルート機能なんてね、強引に作るもんじゃなくて、こういったルートがいい。ってなわけで、もう一回ね、あっちの端っこまで行って戻ってきたいと思います。バスケットゾーンで3体目出ました。やっぱりここ激アツスポットですね。あ、ルアーモジュールです。ルアーモジュールありがたし。よいしょ、 OK です。これで3体目です。お、最重量。すぐ帰ろうと思ったんですけどね、お香の時間が長かったんで、さっきのコースまた逆回りしちゃいました。で、やっと今出た感じです。今度はそこのまま帰ります。4体目、またバスケットコートの近くに出ました。ここ激アツスポットですね。本当の激アツスポットはここだけなのかもしれないですね。あのなんとかマップっていう砂浜のポイントは結構ね限られていました。あっち側でね、お香出たのは結構レアかもしれないです。では4体目の海ディグダゲットなり。向こうを巡るよりはここのね激アツスポットを巡っていた方がいいのかもしれない。まあ分かんないですけどね、うん、あでも最初の1体もここですしね、やっぱりバスケットコートの近くだと思います。ではこのまま U ターンして戻ります。てなわけで帰ってまいりました。1時間でだいたい4体でした。まあまあ良かったのではないでしょうか。まあ、4体のうち3体はね全部あのバスケットコートのところです。やっぱりなんとかマップでね指定された砂浜ポイントが熱いんだと思います。ただ砂浜的には全体砂浜でした。休日に来るメリットはルアーモジュールがいっぱい焚かれてることですね。多分平日でもね焚かれる方は焚かれるんでしょうけどね、休日の方が確率が高いです。というわけでもはや川越水上公園は埼玉県の海です。埼玉県民で海ディグダを捕まえたい方は川越水上公園へカモン。というわけで今日の動画はこの辺にしたいと思います。帰って今日中にあげたい動画です。